アメリカンイーグル4184便墜落事故は、1994年10月31日に発生した事故である。インディアナポリス国際空港発シカゴヘア、国際空港業アメリカンイーグル4184便が着氷により制御不能に陥り、高速で地面に激突した。乗員乗客68人全員が死亡した。 同形機の ATR72 自古機の ATR72 から212は2機のプラットホイットニーカナダ PW127 ターボプロペラエンジンを搭載しており1994年3月7日に初飛行を行い3月24日からシモンズ航空で運用を開始した1機長は29歳の男性で総飛行時間約8000時間 うち ATR72 で1548時間を飛行していた13。副操縦士は30歳の男性で、総飛行時間約5000時間のうち ATR72 で3657時間を飛行していた14。二人の客室乗務員は27歳の女性と、この飛発乗務の23歳の女性だった。当日のインディアナ州ローズローンの天気は、 アメリカ国立気象局によって記録されていた。運転が1000フィート未満で雨が降っており、その中では視界が3マイル未満だった。寒冷前線が低気圧中心から南西方向に伸びており、事故現場付近では気温が摂氏7度だったと報告されている。4184便が飛行していた付近では気温が約摂氏3度で雨が降っていた。また、 インディアナ州北部では気温は摂氏4度ほどであった。墜落地点の北西約12海里に位置するローエル空港付近の気象条件は1400フィートから3000フィートまで雲がかかっており、南西から20ノットの風が吹いており、軽い霧雨が降っていた。しかし、この気象情報は墜落後30分ほどしてからのものである可能性がある。17。 4184便は、インディアナ州インディアナポリス国際空港から、イリノイ州シカゴアヘア国際空港へ向かう定期便だった。悪天候のため遅延が発生しており、管制官は4184便を1万フィートで待機旋回させた。旋回中に、主翼へ着氷が発生していた。しばらくして、管制官は8000フィートへの降下を許可した。 フラップを出して飛行するには速度が速すぎたため降下中に警報が鳴り始めた。パイロットがフラップを格納すると異常な音が聞こえ始めオートパイロットが解除された。すると突然機体が右に59度から120度まで傾き機体が降下し始めた。パイロットは何とか機体を立て直すことに成功した。しかしオートパイロットを起動しようとした際に 再び右に144度まで傾いた。パイロットは2回目の傾斜から立て直すことができず、30秒後の15時59分頃、インディアナ州、ローズローオーン近郊の大豆畑に墜落し、乗員乗客68人全員が死亡した。フライトデータレコーダーから、機体は375ノットほどの速度で地表に激突したことが判明した。 4184便の事故は ATR-72 で発生した最初の事故で、かつ死者数が最多のものであった。シカゴ航空事故弁護士のロバート・エイクリフォードは犠牲者68名のうち16名の代表として裁判を起こした。公開裁判所において製造業者と航空会社の両者が1億1、0ドルを支払い、謝罪することで合意した。 国家運輸安全委員会は、事故原因として、着氷時に除氷装置を起動させた後に、除氷ブーツの後ろに氷が形成され、それが予期せぬ補助翼の作動につながったと結論付けた。また、ATR-72 が、そのような環境で飛行する際のマニュアルや、訓練がなく、制御性能が、どの程度落ちるのか等を把握していなかったことも、原因の一つだとした、210。 詳細は ATI-460 便墜落事故参照以下 NTSB による事故報告書。ありがとうございます。